アントニオ・チゼリは、スイス系イタリア人の画家である、宗教画や肖像画を描いた、スイス、ティチーノ州のロンコ・ソプラースコナに生まれた、1833年にフィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校で新古典主義の画家、ピエトロ・ベン・ベルーティア、ジュゼッペ・ベッツォ・リラに学んだ、1848年から後輩を教え始め、1853年に美術学校を開いた、 チゼリから学んだ画家には、シルベストロレーガ、ニッコロカンニッチ、ジローラモネルリ、ラファエロ・ソルビア・エギスト・サンディーラがいる。イタリアやスイスの教会からの依頼で、宗教画を描き、また多くの肖像画を描いた。その宗教画は、ラファエロ・サンティの作品のスタイルを踏襲していた。ありがとうございます。